横じゃで横から。外してこう立つようにするんですね。失敗したらもう。それでいいんじゃないですか。家にわらあるよ。わら持ってこようか。門松は役員だけで作ってたんですけど、今年は皆さん全、学校 PTA 会員すべての人たちに参加していただいて、制作することができました。また餅つきも、これまでなかなかいつもはふれあい活動は海でバーベキューとかそういうのだったんですけど、今回餅つきということでまた新たな
試みですることができました。また来年もこうやってこれが続けていければと思っています。ありがとうございます。